はい、どうもベアンです。今回の動画はですね、ベアンツアーということで出発地点の倉吉から始めたいと思います。で、今回倉吉駅からまずですね、姫路を目指すんですけども、まずは最初、7時20分の普通列車に乗りまして、まず鳥取駅を目指したいと思います。で、鳥取で乗り換えまして、今度はジオライナーという快速なんですけども、それに乗って浜坂を目指します。で、浜坂から、今度は、和田山かなまで目指しまして、和田山から、南下して姫路に行くという、倉吉から姫路を目指したいと思います。で、まずはですね、出発地点倉吉駅なんですけども、ズワンと鳥取を代表する特急列車スーパーハクトが今一番乗り場に、倉吉駅の一番乗り場の方にいますけども、やっぱかっこいいですよね。本当はこれに乗ってね、姫路に行けば2時間半ぐらいで行けるんですけども、今回はこの特急を使わずに普通列車のみで姫路を目指したいと思います。で、山陰本線、海側の方ね、鳥取から伊東から東の方はほとんどまだ乗ったことがなかったので、今回をきっかけにちょっと乗っていきたいと思います。で、今ね、米安が乗る、これから乗る列車が入線します。こちらですね、お、スーパーハクトのエンジンが、さあ入ってきました。キハ47ですね。いや、めっちゃ寒いです。12月の9日なんですけど、入ってきました。これに乗っていきたいと思います。はい、鳥取駅の方に到着しました。で、これからですね、これに乗って豊岡を目指そうと思ったんですけども、なんとこれ土日休日のみでした。山陰海岸ジオライナーで豊岡行こうと思ったんですけども、平日はですね、なんと、ないんですよ。で、9時半の城崎温泉行き、これに乗りたいと思います。で、これに乗って城崎まで行きまして、で、そこから、乗り換えして、豊岡まで行って、豊岡から和田山で、そこから万丹線に乗ってなんかで姫路に行きたいと思います。まさかこのジオライナーがないとはね、ちょっとチェックミスでした。はいはい、そうしますと、これから鳥取からこちらのキハ47に乗って、城崎まで向かいたいと思います。見えます、キハばっかなんですよ。キハ47ばっかり、もう機動車王国ですよね。なんか高架駅に機動車ばっかってなんかすごいですよね。はい、じゃあこれに乗って向かいたいと思います。城崎温泉、米安初乗車区間ですね。ボタンを押します、ポチッとな。お願いします。車内は禁煙です。車内でのお手箱は、ご安全
はい、城崎温泉の方にやってまいりました。鳥取を出て約2時間でこちらの方に到着しました。で、城崎温泉から今度はこの普通列車、電車ですね、223系かなに乗って、今度は和田山を目指したいと思います。和田山の方にやってまいりました。城崎温泉から223系に乗り換えてこちらの方に来ました。で、ここからね、あの万丹線行きたいと思います。で、万丹線に関しては米安初乗車でございます。山陰本線はね、京都までまだまだ行く予定がないんですけども、なんとか山陰本線自体を環状したいなとは思いますね。はい、で、あのここのね、万丹線のあのキハ47とかキハ40にはちょっと似てるんですけども、万丹線はキハ41というのがしてまして、それに乗って、とりあえずは寺前というところまで行って、寺前から乗り換えて姫路にというふうになるとは思います。さあ、これに乗りますよ。あの和田山の方も2面4線なんですけども、結構線路を無駄遣いしてる感じですよね。これがキハ41ですね。キハ41、あの顔自体はね、キハ40にそっくりなんですけど、こっち側のね、あの顔がね、ぺっちゃんこなんですよ。これがキハ41の特徴かなと思います。はい、これに乗って、じゃあ、寺山に向かいたいと思います。寺前の方にやってまいりました。ここもあの国鉄王国103系がまだ生きてるところです。それからここにのこの103系、真っ赤の103系に乗って姫路を目指したいと思います。そうしますと、姫路の方に到着しました。鳥取を倉吉を7時20分に出て、こちらに到着したのが2時、30分過ぎです。約5時間かかって倉吉から姫路まで来ました。微妙ですね。
交通手段としてはこの路線ね。ただ今回のこの姫路までのツアーで米安の中ではあの万端線環状ということで、とりあえず目的は達成できたのではないかなと思います。でね、まあ、姫路に来たからにはね、ここで何もせず帰るわけにはいかないので、とりあえずあの姫路駅名物の焼きそばをね食べて帰ろうかと思います。はい。